シーレモンの18時でダバダダバダディディダバダディダ。今日も沢田研さんについて語りたいと思います。今日のテーマなんですけども、とあるクイズ番組の映像を最近見ましてですね、そのことについて今日は語ろうと思うんですけども、70年代か80年代にやっていたクイズ番組だと思うんですけども、その沢田研さんの曲をですね、何人かで歌っていて、これは一体誰と誰と誰が歌っているのでしょうみたいな、そういうクイズ番組のコーナーなんですよ。で、素人の女性の方なんですかね、ちょっとわかんない、有名人の方かわかんないんですけども、なんかその2人ぐらいで回答者になって、まあ言ったらその誰と誰と誰がこのジュリーの歌を歌っているのかっていうのを、まあいろいろこうね、例えばですよ、郷ひろみさんとか野口五郎さんみたいな感じで、そのまあ当てていくんですけども、結局当たらずで、でジュリーがその番組のゲストがなんかに出ているみたいな感じで、で司会の方がですね、ジュリーはわかるっていうふうに振るんですよ。自分の曲を3人ぐらいが誰か歌っているのを、ジュリーはわかるっていうふうに振ったら、その時の沢田研さんが、一人は矢沢くんかなみたいな感じのことを言って、ちょっと僕の中でおーおーって感じで天下の矢沢永吉さんはですね、矢沢くんと言えるジュリー沢田研さん、さすがだなっていうのがあって、まあジュリーより年下なんですね。今矢沢永吉さんは70代前半ぐらいなんですかね。あ、そうかと。ジュリーにしたら矢沢永吉さんでもやっぱこう後輩なんで、矢沢くんっていう呼び方をするんだというようなね、いや、さすがジュリーだなと改めて思いました。以上、シギリモンの18時でダバダでした。ダバダ DD ダバダ D だ。当チャンネルシギリモン公式 YouTube ではレジェンド沢田研さんの様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。そして私シギリモンの公式 X では沢田研さんの最新ニュースを日々配信しております。よろしければそちらの方もフォローよろしくお願いいたします。しぎれもんでした。